なんと今から僕が教えるシザースは足を地面につかないめちゃくちゃ特殊なシザースです。はい、こんにちは、いつもお世話になっております。ご視聴ありがとうございます。RWS ドリブル塾代表の森影と申します。レオコーチと申します。いつもお世話になっております。今までありがとうございました。本当にありがとうございました。というね、感じで始まったんですけども、はい、皆さんこんにちは。今のマジアドリブじゃないですか。はい、すごくない？逆に今回何やるかというと、まあサムネイル見てもらったら分かると思うんですけど、まあシザースあるじゃん。で、その子たち普通のシザースは足を地面につけるじゃないですか。なんと今から僕が教えるシザースは足を地面につかないめちゃくちゃ特殊なシザースです。これを実際に今回やっていこうかなというふうに思います。で、これマジで使えます。あんまりボールをこういっぱいコネコネする系じゃないから、失敗のリスクはめちゃくちゃ低い。本当に。結構誰でも使えると思う。でもなかなかこれが、こう、まさによく石火を出すもそうじゃない。よくこう、練習ではできる。試合ではない。なんでですか？なんでと思います？シンプルに練習量が足らない。足らない、イコール、自分の体に染み込まれてない。染み込まれてない。おでんのはんぺんが茶色くなるんで染み込まないと。はい、そんな感じなんでね。まあ、本当におでんが、茶色く。おでんが。自分の体に染み込ませるぐらい、何度も繰り返しやってほしいなというふうに思います。まず僕にも早くおでんになってきます。レッツゴー。はい、それではね、まあ、1秒シザース、まあ、これ1秒シザースって言うんですけども、まあ、解説していきたいと思います。じゃあ、こちらです。で、まあ、何個か、まあ、1個だけじゃなくて、パターンをやらせてもらったんですけども、全部の共通点、最後、何で見てますか？レオ、ちょっと簡単に止まっていいですか？最後は、これってなるんですよ。最後は、そうなんですよ。この、またいだ足を、地面につけない。普通シザースって足を地面についてから左に行ったりもしくは右に行ったりするじゃないですか。でもこのシザースは足が地面につく前に触るんですよ。前で、これめちゃくちゃ使えます、マジで。で、ポイントがいくつかあって、この足を曲がるときにこっちの苦手な方の足をジャンプしちゃう。これ大事ですよね、はい、これジャンプしないと絶対にスピード上がらないんですよ。だからまたぐ時に最後にジャンプしてあげる。で、このジャンプを上に高くすればいいっていうものではないんですよ。なんだと思います？なんで上にジャンプすぎちゃいけないか、わかる？わかるわかるわかる。まず上に飛ぶとこのボールが前に転がってて体から離れちゃうんですよね、うん、しかも前に進んでいるボールを速く触るためには前に転がってる前にジャンプして触ったり、素晴らしいことなんですよね。本当に あのエスパー相馬の言う通りなんですけど、またぐときにこれジャンプだからボール前行っちゃうってると、この時間にね、読まれる。シンプルに。で、まあ今こんな感じだったんですけど、どうでしたこのシザースは。自分が思うには、こう1秒シザースって別にトップスピードだったり、こう、うん、要は6割7割のスピードだったり、うん、止まった状態でもできるフェイントじゃないですか。間違いない。それによって、その、軸足をジャンプさせる位置が変わるなって毎回思う。深いこと言う。いいや、お前。お前、シーラカンスやん。お前、それ好きなやん。はい、話だったんですかね。まあ一番やっぱ見てほしいのは、4つ目。やっぱ1秒シザース。
ほんと、まあ、エスパーって言うのよくだから、はい、エスパー、はい、エスパー相馬、どっちかって言うと俺がエスパーか。確かに最後やってみようね。エスパー集合していきます、これから。はい、って感じだったんでね、まあこれ動画編集してもらうのレオコーチの方になったんですけども、レオコーチ今スクールはほぼキャンセル待ちですか？そうですね、ですね。今まあ埼玉全体でもまだスクール空きある場所なんとかね少しあるぐらいなんで、ドリブル塾のホームページの方で、埼玉県の、スクール会場一覧の方から、無料体験の方質問できますんで、お気軽にご連絡の方ください。また皆さん、この動画やってほしいとかっていうのがあったらコメント欄に書いてもらえればいいなというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイ。